Hello, Moi. People say living abroad changes your sense of value, way of thinking, and how you behave in a variety of ways. It's been more than 6 years since I moved to Finland. In my previous videos, I talked about how Finland has changed me based on my own interpretation. So in this video, I'm gonna ask my family how they think Finland has changed me.I'm now back in Japan for holidays, so let's go ask! はい。ていうかあのさ、あの、急に質問があんねんけど、うん、まあもうフィンランド行って6年以上経つわけやけど、ちょっと、うん、自分がどう変わったかっていうのを聞かせてもらいます。は、う、い、ん。で、まず、うん、そもそも、うん、導入として、うん、初めフィンランドに行くと決めた時どう思いましたか？どう思ったっていうか、もうあれやな、やっぱりもう僕らのその子供がフィンランドで、生活するっていうのをまず一番びっくりしたかな。あ、やっぱり国内で普通に就職して、普通に結婚するっていうそういうイメージがあったから。なるほどね、うん、まず生活することにびっくりした。あ、同じく、うん、まず大学院行くっていうためにフィンランドに行ったんや。うん、うんうんんで、大輝が企業で仕事しながら、うんうん、英語の勉強を家帰ってから前向きに、うん、でもそれもすごい楽しそうに勉強してたから、うん、夢があることに向かって、うん、そやからもうびっくりはしたけど応援しようと思った。なるほどね、うんうん、ただそのフィンランドっていう国にあんまり馴染みがなかったから。ああ、 そ、 うん、うん、それ聞こうと思った。そういう情報がやっぱりちょっと欲しいなってすごく思った、うんうん、そもそもフィンランドのことは知ってた？何を知ってた？全然知らなかった。聞いたことはあったよ。北欧の国っていうことすらも知らなかったわ。ああ、大体の場所は分かってる。大体の場所はあのスウェーデンとかノルウェーっていうのは、うん、あの大体あの想像で、あの地図上でこの辺やいうのは分かったけど、うん、その中のフィンランドのその位置関係は全然分からなかった。うん、あ、なんかでもあ、一回旅行行ってた。あ、そうやな、旅行行ったもんな。友達と旅行行ってたから。え、旅行行った時はどんな印象やったじゃん？あ、でもなんか、まあ、街も綺麗やし、うんうん、寒いけど、でもなんかなんていうの、フレンドリーすぎず、でも親切にまあ店員さんとかしてくれはったから、まあいい国やなっていう、街並みもいいから、なんていうの、治安もいいなっていうのは分かってたし、フィンランドいいなと思って、お兄ちゃん行くのは、うん、思った。じゃあまあまあポジティブなイメージはあったってこと？そうそう、なるほど、うんうん、そうか。お母さんはオーロラとか、はいはいはい、なんか、うん、とにかくでも寒いっていう印象が、じゃあな、それぐらい、まあ寒いっていうのがまあ大前提であったんやけど、うん、まああの、まあ、サンタさんがなんか有名なあの国かなっていうそれは頭にあった、うん、結構それは今までもテレビを通じて取り上げられてたから、うんうんうん、あ、でもほら女の子は北欧雑貨とか興味ある人多いから、パリメコとか。なるほどね、うん、なるほどね。じゃあここからが本題で、はい、じゃあフィンランドですね、6年以上経つけども、そもそもちょっと変わったところあると思いますか？お兄ちゃん、まずあるかないかで言おう。ある、うーん、あるあるある、うん、あるある、うん、じゃあどう変わったか順番に、何でもいいわ、はいはい、何でもいいわ、何でもいい、まあ、どう変わったっていうか、やっぱり積極的にその、うん、やっぱり他国に行って生活するわけやから、うん、コミュニケーションを取ろうとしてるなっていうのはすごい感じたね、うん、あ、食べ物、例えば、ね、食べ物、バイトをロマニエミにしてる時に、うん、トナカイの肉を食べたとか言ってね、はい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 、精子そういうのって日本で食べられるもんじゃないし、うん、そういうトナカイの肉もそうやし、日本では経験できひんもんを積極的に食べていって、うん、その文化を知ろうとしてるなとか、うん、フィンランドの、そう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 、食べ物を通して、うん、そのフィンランドの国っていうのをちょっと知るっていうか、うん、サルミヤッキにしてもそうや、うん、うん、そしてそういうのは、うん、変わったなって、いいように、うん、溶け込もうとしてるってこと、態度ってことね、それは。そう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 、食べ物を、うんうんうん、あ、なるほどね、オープンにトライしようっていう風になってるってこと、うん、そうそうそう、なるほどね、なるほどね、うん、
そういう感じ。郷にいれば郷に従えという言葉が日本にはあるんやけど、あ、なるほどね、まあそういうなんていうか、それをちょっと理解しようっていう、まあ、積極的な、食べ物に関しても、そうそう、他には何か、何でもいい。なんか働き方に対してなんかストレスフリーになったなっていう感じちゃうかな。ね、確かに。それをなんか、まあ、日本で働いた時は、仕事行く時の毎日の気持ち。ああ、分かった。いや、それはそうやな、顔つきが違った。そうそれはもう、え、日本で働いた時はどういう感じだった、どういう感じに見えたんじゃ。なんかピリピリ感がちょっとあったかな。必死、うん、そうやな、ちょっとやっぱり業績伸ばして、ちょっと上司との付き合いもして、毎日ちょっと慌ただしいというか、そういうのは、まあ、会社の圧というか、まあ、常にそういうのをちょっとでもこう感じながら行ってたみたいな。でこっちで働いてる様子はまあ生ではなかなか見てへんけど、電話で喋ったりして聞いてたら、やっぱり余裕があるのと、一回だけ家族でフィンランド行った時に、5年ぐらい前に行った時に3時ぐらいだったかな、なんか車で渋滞ができてたよな。でこれ何の渋滞って言ったら、そう帰る時の退勤のラッシュで、そうそし、って早いな、そんだけ、仕事のフリーっていうか、同じ7時間とか8時間働くにしても、その時間がこう自由になってて、家族との時間を大切にしてはるって大輝の友達から聞いて、ああそういうなんやなって、まあ特別生産的というより無駄なことが少ないかもしれない、そうかもしれない、合理的やな、効率的やな、良くも悪くも合理的やな、そうやな、それはね、まあ、他何かある？何でもいいよ、ライフスタイルでも趣味でもびっくりしたことでもいいし、その大輝がやっぱりサルサダンスを始めたって聞いた時それは日本にいる時にはそういうことに、あの自分をなそこまでまあそう、ダンスもセンスももともとうちの我が家にはうるさいなあんまりそれはないけどそうまあそういうアクティブなそういうふうにちょっとでもやってみようっていう、まあ余裕ができたってことそうやな、余裕もできた、そうやあるんで前向きやからね、ほんであとは森の散策、そういう自然の中で散策行ったり、バーベキューじゃないけど何や、ソーセージ焼いたり、そういうのは日本にないことやから、そういう時間もやっぱり楽しんでるんやなっていうのは、まあなんかやっぱり自然と隣り合わせに生活してるっていうのがフィンランドの人は、自然に近くなったように変わったってことやね、そうあるとしたら、なんか日本ではそんな料理しないイメージやったけど、なんかフィンランドで作るようになって、それはあるな、意外と YouTube 見て料理するやんとか、餃子作ってるやんとか、マミヤンみたいな、それはやっぱり、まあまあ健康に気を使うようになったんかなみたいな、それはあとはやっぱり感じかな、日本やっぱり、まあ外食もね、フィンランドの方が高いし、日本ではそこまで自分でやることとかもなかったし、でもまめにな、それをすごいやってるなと思って、まあそれは確かに、まあ最初向こうの食堂のご飯とかあんま好きじゃなかったし、自分で学ばざるを得なかったっていうのもあるかもしれんけど、まあ環境やね、そういう、そうやな、びっくりしたこと、うん、何でもいいや、なんかよく言ってることやけど、あの服とか確かに日本やったらちょっとやっぱりまめにちょっと汚れたじゃないな、なんかやっぱり買う頻度、服の買う頻度とか、ちょっとやっぱりここ行くのにおしゃれしていかなとか、そういうのって日本の方が気遣う、ああ確かに、だからけど服とかちょっと破れたら捨てようかってなってて、あのフィンランドに行ったから、あれあのなんか古くても着てあなんか服とか靴とかもうあかんのちゃうとこっちではあんだけどなんかまだまだフィンランドでは余裕やで、余裕やでって言ってたな、個人的な経験では靴下破れても履いてる人多かったから、それがなびっくり衝撃的やったな、ありえへん、ほんであとスーツ着る機会っていうのがすごく減って、確かに日本でやった仕事行く時にスラックス履いてってシャカッターしたやつ、ネクタイはないにしても、それがやっぱりそういうなんがあのグッと減って、カジュアルで、いや、ね、そうカジュアル、その前の動画で自分でも言ったけど、多分機能性を重視するようになったデザインよりも、で
カバンとかももう別に、ああそれ持たへんな、うん、こういうなんていうの、うん、トートバッグみたいなのも持たんくなったし、うんうん、なるほどね、リュックかも持たないか、うんうん、でブランド物に対するそこまでの、ああ確かに、まあ、執着は、執着、うんうん、そうやな、ほんまに機能性重視、重視やな、うんうんうん、かっこつけなとかいうのはない、うん、そういう感覚は、そうそうそう、うん、変わったかな、お金のかけ方も、そうそうそう、あお金のかけ方、何かけるようになったと思う、じゃ前服とか買ってたわけやんけど、ブランド物とか何やろ、旅行、ああ旅行ね、確かに、あ、まあ、ヨーロッパ近いから、そうやな、うん、そうやな、まあ、確かに、いろんなとこちょこちょこ行ってるなっていう感じもするもんな、そうそうそう、それも外国とかさ、うん、すぐ行けるから、それはいいお金の使い方、そうそうそう、うん、もう自分の気持ちに正直にお金を使ってる、ああはいはい、周りがどう思うかとかじゃなくて、そう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 、それはそうやな、うん、あとは細かい話でやけど、でお土産、お土産、お土産、うん、うんうん、お土産、日本って結構お土産文化があるから、こっちに日本に帰ってくるときは、うん、その日本にあれやけど、向こうの話を聞いて大輝もそういう風になってんやなみたいな、あの日本みたいに金額を貼るとかじゃなくて、それはもちろんフィンランド風に買わなきゃあかんねんけど、うんうん、そこまで日本に対してよりもその辺もカジュアルに、そうそうそう、そういう買うものとかも減ったと、うんうん、確かに合理的に、うん、あその辺もシンプルになってるかも、うん、そうそうそう、シンプルになってると思う、合理的に、うん、で例えばもうあの女の子と2人で行ったら、日本やったら結構男子がこう払うっていうのがあるけど、いやもう半々やでっていう感覚に台はもう今変わってきてるような、まあそういうの言ってるしな、確かに、うん、なあ、うんうん、で日本みたいにそこまでせんでええんやでみたいな、そういう感覚が変わってるよね、うんうん、最後じゃあじゃあ今改めて、まあ、自分の子供もしくは兄、うんうんうんがフィンランドに行ったことをどう思うか、うん、いい決断だったか、いやいい決断と思うで、うん、それはやっぱり誇りに思うみたいなところもやっぱりあるし、うんうん、やっぱり肩にはまった生き方じゃなくて、うん、自分の気持ちのままに自分で努力して手続きして大学院行って、でまたそこの地元のその企業に就職して、うん、今生活が成り立ってるっていうのはそれはもうすごい、うん、誇りに思うことだと思っていますよ。えらいフォーマルになってる。なるほど。まあまあ6年7年か、うんうん、いるってことはもう、まあ、向こうの水が合ってるんやろなって、うん、まあ、自然にそう思うし、うん、あとはまあお兄ちゃんの生活を通して私らの視野も、うんうん、広がったというか、いい意見、うん、なんか今までに見えへん世界を見せてもらってるし、うん、面白いなっていうのは、お母さんも一緒、もう私らの視野がぐっと広がった、うん、日本しか知らんかったけど一応その世界を見れて、うん、うん、すごい視野が広がったし、その国に対する興味もすごく持てた、うんうん、でやっぱり周りの人が大輝に対してやっぱ家族の人か、会社の人もそうやし友人もそうやし、うん、周りの人がすごい大輝の周りをよくしてくれはるから、それに対するもう感謝しかない、あお母さんも自分クリスマスとかもううちに呼んでもらったり、うんうん、いろんな行事のとこやらも誘ってもらったり、うん、いろんなその文化を一緒に、うん、誘ってくれはって、うん、そうそう共有してくれはるから、うん、もう私らは感謝しかないよね、うん、その人に対して、まあ、で日本と似てるとこがやっぱりあったなって、うん、一回フィンランド行った時に思ったのが、やっぱり時間的なこともきっちりしてはるし、うん、で立ち入り方がやっぱりガーッと入ってきゃあらへん、うん、そうそうそう、その距離感っていうか、うん、ちょっと一歩置いて、うん、そうでもまあ必要、助けが必要やなと思うとこ、その時はもうヘルプしてくれはるから、うん、それに対してほんまに行くにはなって、うんうん、温かく接してくれはるなって、うんうん、感謝やな、なるほど、うん、いやいい意見を、うん、ありがとうございます。まあまたじゃあフィンランド来てください。はい、もうぜひ行かせていただきます。まや、いい人を見つけてください。そうですね。そう親としてあのいいパートナーを見つけてもらうことが今の願いでございます。なるほど、周りの人皆さんありがとうございます。まや、ということで、ではでは、さよなら、さよなら。